マルク・マルケス、マルク・マルケス、マルク・マークエス・アレンタ、1993年2月17日体は、スペイン・サルベーラ出身のオートバイレーサー。シーズンより、ロードレース世界選手権、モートジッピークラスに参戦。ロードレース世界選手権 125cc クラス、元にクラス、モートジッピークラス、チャンピオン。身長 168cm、 体重5 9ラム。マルケスは5歳の時からオートバイに乗り始め、エンデューロレースで活躍し2001年には、カタルーニア州の地方選手権で、ジュニアクラスのチャンピオンになった。翌2002年から、ロードレースに転校。2004年以降は、エミリオ・アルサモラ、1999年、ロードレース世界選手権 125cc、クラスチャンピオンの指導を受けるようになった。 2006年にはスペイン国内選手権セブ 125cc クラスでシリーズ8位、2007年にはシリーズ9位を記録した。シーズン、マルケスはロードレース世界選手権にレプソル KTM チームからデビューを果たした。開幕前のテストで右腕を骨折したため、第3戦ポルトガル GP からの参戦開始となったが、第4戦中国 GP で12位に入り、 初ポイント獲得、第8戦イギリス GP では、史上2番目の若さとなる、15歳と126日での、表彰台獲得、3位を果たした。その後ルーキーオブザイヤーの座を、スコットレディングと争ったが、序盤の欠場に加え、第17戦マレーシア GP のフリー走行で、右足骨折の重傷を追い終盤2戦を欠場した、ことが響いてシリーズランキングは13位。 KTM 勢の最上位に立つことはできたものの、シリーズ11位のレディングには敗れた。なおこの年の開幕時点で、マルケスの身長は148センチメートルと、グランプリライダーの中で最も低、体重も40キログラムしかなかったため、125CC クラスの最低制限重量である136キログラムを満たすために21キログラムのバラストをマシンやつなぎの中に仕込んで戦った。 前年の活躍が KTM に認められ、シーズンはファクトリーチームのレッドブル KTM に移籍することになった。身体面では1年で大きく成長し、このシーズン開幕時点では身長 160cm、体重 51kg となった。第3戦スペイン GP で3位表彰台を獲得。第4戦フランス GP でスペイン人ライダーとして史上最年少。 16歳と89日となるポールポジション獲得を果たすなどの活躍を見せシリーズランキング8位と成績を伸ばした2009年をもって KTM がグランプリから撤退したためスポンサーのレッドブルと共にアジョモータースポーツチームに移籍サンドロ・コルテス用チームメイトに新たにデルビのマシンを買ってシーズンを戦うこととなったマルケスは合同テストで トップタイムを出すなど、開幕前から、好調さを見せ、第4戦イタリア GP でグランプリ初優勝を遂げた。その後第8戦ドイツ GP まで、のバレンティーノ、ロッシー以来となる5連勝を果たす快進撃を見せて、チャンピオン争いをリード。第13戦アラゴン GP では、ランディ・クルメナッハの転倒に巻き込まれリタイアを喫し、ニコラス・テロルとポル・エスパルガロに逆転されて一時ランキング3位に、 落ちるが、第14戦日本 GP から4連勝を遂げて、ポイントリーダーに返り咲き、最終戦バレンシア GP でチャンピオンに輝いた。この時点でのマルケスの年齢は17歳と263日、これはロリス・カピロッシに次ぐ、史上2番目の若さでのタイトル獲得となった。シーズン、マルケスはアルサモラ率いるチーム、モンダーコンペティチオンから、元にクラスにステップアップ。 スッター製の最新マシンを借り、カレックスオーカルステファンブラドルとのタイトル争いを演じた。出だしは順調とは言えず、開幕戦から3戦連続で点灯を喫し、ノーポイントに沈む。第4戦フランス GP で初優勝を遂げると、終了級のマシンライディングのコツをつかみ始めた。マルケスは、ここから一気に成績を伸ばしていくようになる。タイトル争いでは、 序盤の連続リタイアが響いており、積極的にシーズンをリードする、ブラドルを追いかけていく展開となった。マルケスは2度の3連勝を含む、シーズン最多の7勝を記録、中盤から終盤にかけて9戦連続で、表彰台に立つ怒涛の追い上げを見せ、一時は80ポイント近く、あった、ブラドルとの差を、第16戦をオーストラリア GP 終了時点でわずか3ポイント差まで詰めていた。 しかし、続く、第17戦マレーシア GP のフリー走行中、マレーシア特有の突然の降雨によりクラッシュ。その際に、左目の視力にダメージを負ってしまう。この症状はシーズン中に回復せず、残り2戦を欠場。これで、ブラドルのタイトル、マルケスのランク2位が確定することとなり、逆転チャンピオンとはならなかった。シーズンは、怪我から回復し、好調を維持し、 シーズンを戦っていた。5月にモートジッピークラスのホンダワークスに所属するケイシー・ストーナーが引退を発表したことから、次シーズンの候補としてマルスが浮上。シーズン初年参戦者のワークスチーム所属を認めないアンチルーキールールが障壁となったが、7月にこのルールの撤廃が発表されたため問題はなくなり、マルケスは元にクラスチャンピオンを獲得して、ストーナーに代わり、 2013年シーズンから、モートジッピークラスに参戦することになる。シーズンは、レプソルホンダチームに所属し、ワークス仕様の RC213V を買っての参戦が話題になり、ウィンターテストから大型ルーキーとして大きな注目を集め、モートジッピークラスデビューとなった、開幕戦カタール GP で3位表彰台に立った。第2戦、アメリカズ GP は、 初開催となるサーキット・オブ・ジ・アメリカで行われ予選でポールポジション PP を獲得し決勝では最高峰クラスデビューから2戦目で初勝利を挙げる最高峰クラスにおいて20歳62日での PP と20歳63日での優勝は共にフレディ・スペンサーが1983年に記録したものを上回る最年少記録で 30年ぶりに更新した。この優勝で、ポイントリーダーに立ち、第3戦も2位に入り、ポイントリーダーの座を守る。第4戦フランス GP は3位に入るものの、ランキング2位のダニペドロサが優勝し、ポイントリーダーの座を明け渡す。第5戦イタリア GP は、残り3周となった21周目に2位を、走行しながらも点灯しリアする。第6戦カタルーニャ GP は3位。 第7戦オランダ GP は2位に入り、ポイントを積み重ねていく。第8戦ドイツ GP、第9戦 USGP、第10戦インディアナポリス GP、第11戦チェコ GP と4戦連続で優勝する。マイク・ヘールウッドが1962年に記録した、最高峰クラスでの最年少連勝記録を51年ぶり、更新する。また、 第8戦ドイツ GP の優勝で再び、ポイントリーダーに立ち、チャンピオン候補の一人となる。第12戦イギリス GP、第13戦サンマリノ GP は連続で2位に入る。第14戦アラゴン GP で6勝目を挙げる。第15戦マレーシア GP は2位に入り、ランキング2位のホルヘロ連ソと43ポイント差まで、広げる。しかし、 第16戦オーストラリア GP では、ブリジストンが持ち込んだタイヤの耐久性に問題があり、レース全体を同じタイヤで走破不可能なことが判明する。主催者は安全面の特別処置として、同一タイヤで10周以上走ることを禁止し、レース9周目か10周目にピットインして、ニュータイヤ装備したマシンとの乗り換えが必要となった。だが、ピットインのタイミングをチームが誤認し11周目に、 ピットに入ったため失格となり、ランキング2位のロレンソと18ポイント差まで迫られる。第17戦日本 GP で1位、ロレンソ、2位マルケスとなり13ポイント差とさらに縮まる。最終戦バレンシア GP で、ロレンソが優勝しても、マルケスは3位以内に入れば年間チャンピオンが決定する。そのため無理な走りはせずに3位でゴールし、4ポイント差で年間チャンピオンを獲得する。 マルケスは最高峰クラスのデビューイヤーにチャンピオンを獲得した二人目のライダーとなる。20歳266日での最高峰クラスのタイトル獲得は史上最年少記録。ロードレース世界選手権の3クラス、125cc クラス、元2クラス、モートジッピークラスのタイトルを獲得した史上4人目ライダーとなる。また、最高峰クラスにおける デビューイヤー6勝は世界選手権発足後初の快挙となった。シーズンは開幕戦のカタール GP をポール・トゥー・ウィンで飾ると、そこから8区の10連勝、うち開幕戦から6戦連続 PP を含む9度の PP を飾り一気に選手権をリードする展開となった。開幕からの連勝は第十一戦チェコ GP でダニペドロサによってストップされ、 第12戦イギリス GP で優勝するものの、続く第13戦サンマリノ GP、第14戦アラゴン GP とトップ争いを演じている中で、身のミスによる転倒で優勝を逃す展開を見せる、両戦とも再スタートして、ポイントは獲得している。あまりいいとは言えない、展開の中での第15戦の日本 GP では、ペドロサとバレンティーノロッシの前でゴールすれば、 チャンピオンが決定する状況で、あえてトップを狙わず2位をキープするというレバーなレースを見せ、2年連続でのチャンピオンを、ホンダの本拠地とも言えるモテギで決定した、ホンダのライダーが、モテギで最高峰クラスのチャンピオンを決定させたのは、初となる。チャンピオン決定後の、第16戦オーストラリア GP ではこの年唯一の、リタイアを喫したものの、続く、 第十七戦マレーシア GP と最終戦バレンシア GP で連勝を挙げたことでシーズン十三勝を挙げマイケル・デューハンが九百九十七年に記録したシーズン十二勝という世界選手権のシーズン最多勝記録を十七年ぶりに更新した弟であるアレックス・マルケスがこの年の元サンクラスのチャンピオンを獲得しており世界選手権史上初となる兄弟で同じ年に チャンピオンを獲得することとなった。前年に引き続きレプソル・ホンダチームより参戦。2018年4月8日に行われたアルゼンチン GP でバレンティーノ・ロッシュを追い抜く際に接触して、転倒に追い込んだとして30秒加算のペナルティー受けた。マルケスは予選段階からの他の複数のライダーと接触しており、ロッシュからレースが非常に危険なものになりかねないと非難を受け 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。